こんにゃくゼリー。大きくない？顔面ミルフィーユやん。はい、で次は、はい、流された顔、あんでかくてさ、そんなことないと思うけど、みんなは何買う？100均行ったら何買う？娘が自分のお小遣いでダイソーいっぱい買ってきた。母と共にめっちゃ使ったよね。2500円ぐらい自分のお小遣いで。そんな100均で買うことある？じゃあもうパパはついていってないからさ、ママと小春でドドンと紹介してよ。はい、ちょっとジュースから行くわ、早く冷やしたいから。缶ジュースが4、缶ジュースかけ4、はじけてグレープソーダ、サンガリア。ああ、これ2500円。あ、なるほどね。そうで、タイチと分け分け。次は、これ好きですね。はい、絶対買うやつね。バブルシード、多分バジルちゃう？バジル、あ、バジルで、あ、ジュースは終わり。おお、パパこういうの大好きだから、大地と分け分けと言わずにパパにも欲しい。で、ジュースは終わりだけど、冷やすやつはまだある。なるほど、じゃあ冷やす系を先。こんにゃくゼリー。大きくない？こんにゃくゼリー、その量いける？いける。ゼリーやったら分かるけど、絶対タイチが欲しがって喧嘩になるから、うん、タイチの分も買った。小春のお小遣いで。やっさ、そんな一面あったん？え、これほんまにこんにゃくゼリー、うん、書いてる。この量のこんにゃくゼリーは腹たまるで。一旦冷やしていきます。これな、うん、これが全て。はい、はい、じゃあ冷蔵庫に入れてきてくれ。はい、もう早飲みたい。次は、うん、なんか車乗るときさ、めっちゃ眠いときあるやん。なんかもうめっちゃあの枕とクッションないと寝れへんやん。快適グッズってことですか？そう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 、はい、それが、うん、めちゃくちゃ枕やん。そう、これをこうやってやってこのまま寝る。ここのボタンを閉めて。そのボタン必要なの？必要、取れるやん。取れへんやろ。ええけどさ、これつけて紹介していい？次のやつ。おお、ブレるなぁ。まあいいけど。で次は、うん、食べ物。あ、快適グッズはそれだけですか？はい、はい。え、それって何？いや、寝るな、寝るな、紹介中に寝るな。300円。300円、330円。そらな、さすがに100円じゃないわな、それ。はい、で次は食べ物ですね。グミ。うん、グミしか勝たん。果肉キューブグミ、マンゴー、うん、なんか初めて見た。パパも初めて見たから買った。マンゴー好きやな。マンゴー好き。はい、次はラーメン。主食や。違う、挑戦したいのラーメン。これは辛ラーメン。辛ラーメンって、あの辛ラーメン、うん、これは辛いよ。辛、チンって、チンじゃない。辛って書いてるし、カタカナでも書いてるし。辛ラーメン。いや、辛ラーメンはちゃんと辛いよ。だからちょっと頑張るわ。そんな頑張らんでいいけど。挑戦したかったの。で、食べ物は終わり。飲み物きた、快適グッズきた、おやつきた、主食きた。まだある？ある。あと何？洗濯ばさみとか。違うわ。百均といえば、まあそういう系。あ、そういう系。シール。シール？シール、これ。それはあれ？お友達とかにお手紙書くときに使うやつ？とか、うん、自分にも。あ、まああんま使わんけど、ほぼ手紙やな。まあそれがメインじゃない。うん。お前。なんで返事すんの？私にも使っていいよってこと。ダメダメ。私にも貼っていいよってことだよ。はい。で次は、はい、ビーズ。じゃん。ベアビーズ。ご飯正午やんな。うん、正午でもまだビーズとかすんの？する。お友達とか。うん、ビーズで何するの？ビーズでなんか交換、あ、あげたり、なんかなんか作るの？そう、手紙書いた時とかについでに入れる。あ、もうこのビーズ単体として。そう。へえ。で、はい、これ何それ？怪しい薬。これも違う違う、怪しい薬じゃない。これもなんかビーズみたいなやつ。プロもビーズな。そう、小さい。本気のビーズやん。めっちゃちっちゃいやつやん。そう、
これはなんかあの手紙にバーンって入れるじゃなくて、うん、あのなんか入れ物になんかビーズと一緒に入れたり、違うビーズと一緒に、そうしたらなんか可愛いみたいな、うん、なるほどね。てかもその首の枕に髪の毛が乗っかってもすごい幅が出てるけどこれマジでいいな。大丈夫ですか。はい、じゃあ撮ります。はい、あと1,2,3,4,5 めっちゃある。7めっちゃある。でも安いでしょ、それにしては。うん、さすが100均やな。次は、はい、やっぱメイク。やっぱメイク。でも1個しか買ってない。あ、そう。じゃあ当てたるわ。はい、絶対当たんないよね。リップではなく、アイライナーでもなく、アイシャドウでもなく、チークでもなく、眉毛描くやつ。はい、ブブー。何ですか。アイシャドウベース。えぇ、ちょっと惜しかったやん。アイシャドウ塗る前に塗ったらいい。それいんの。いるの。なんなんその。いるの。分かれへん、そのメイクのことがさ、下地とかさ、うん、ファンデーションの下に下地やるやろ、うん、何やそれ。でそのアイシャドウの下にアイシャドウベースするの。うん、発色がなんか良くなったりする。何層になんねん顔。はい、え、オッケー。ミルフィーユやん顔。顔面ミルフィーユやん。はい、じゃあ次は、はい、目指された。はい、あ、お弁当箱っすか。あ、ブブ。なんか結構前、うん、1年くらい前かな、うん、まあそんぐらい前に、うん、こういう一緒のやつかな買ったんやけど、なんか壊れてもう一回買った。これは洗顔とかするやん。あ、思い出したよ。こうこうやったら泡がすごいできて、そう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 、モフモフ泡で顔面洗えるってやつ。そう、前よりちょっとちっちゃくな。そう、そうやったっけ。うん、コンパクトになってるで。おお、高さがさ、高さもっとあったもん前。パワーアップしてる。誰が壊したの。タチ。で次は、はい、実験もうちょっとよくわかんなくなってきたけど、これいきなり凍る水。そう、何それ。って思ったから買った。なるほど。なんだろうな。へえ。みんな見たことあるこれ。次はじゃん。叩いてひんやり瞬間冷却パック。こうやってバンってやったら、あるやんあるやんあるやん。そう、うん、それさ一個しかないやん、うん、だから買った。キティちゃんバージョン。そう、へー。ラスト2個一緒のやつ。はい、じゃーん。わー、ぽいぽい。これ作るのが楽しいねんな。あ、自分で作る系。そう、めんどくさくない。うん、めんどくさいけど、なんシートの方が楽やん。顔、あでかくてさ。そんなことないと思うけど。ええ、違う、顔がでかいじゃなくて間違えた。あ、違う、パックが。そう、でかくて。あ、大人用だから。ここまであるから。あ、もうそれはなんかもう下に液が垂れて服が。ああ、ちゃんと理由があるんですね。はい、なるほど。だからこのやつ。それはちょっと納得しました。はい、以上。ちなみに視聴者さんにこれはいいですよっておすすめするならどれですか。これはちょっと男の人やったら。あ、なるほど、男の人なら辛ラーメンミニか、うん、これ。あ、まあね、男性の人でもスキンケアというかな、顔さっぱりできたらいいもんな。これマジいいよね。めっちゃ美容。泡がもう尋常じゃない。100円クオリティじゃないよ。女の人は、うん、パックか、パック、うん、アイシャドウベース。アイシャドウベースって聞いたことないわ、パパ。やば。あ、男の人と女の人両方はあれ。これ。これ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 。これまあ、コハタイの視聴者さんが、コハルと同じぐらいの歳とか、うん、もうちょっとお姉ちゃんが多いから、うん、もうちょっと参考になれば。これな。やっぱパックは子供じゃ大きいから、自分で作れるタイプ、それがおすすめですよと。みんなは何買う？百均行ったら何買う？何買うんやろな、みんな。分からん。なんか用事があって行くやん、これ欲しいなって、うん、で行って絶対なんかついでに買ってまうやん。ああ、
いやママの1個買いに行くので絶対お菓子とジュース入ってくる。そうそう、絶対なんかついでに買っちゃうからさ、うん、まあ、よかったら皆さん百均行ったら、あーこれ買っちゃうかな、ついとかあったら教えてほしいな。じゃあこれ自分で買ったから自分で片付けてな。どこに？それはママに聞いてくれ。はい、よろしく。はい、じゃあ解散。ちょっとこれしまうわ、ビール。